クルトマスダ収穫特へ。ヤクルトが、今季限りでソフトバンクを戦力外となったマスダ州内野手24の獲得調査を進めていること評価、わかった。パンチ力のある打撃が魅力で、大きな可能性を秘める右打者が加入すれば戦力の底上げにつながる。まあ実際、神宮球場だと大体の打者は成績が上がるからな。ヤクルト今年戦力外から4人くらい取りそうやな。田口サンタナピーターズが対談やから補充戦とな。外野結構キツキツじゃないか？沢井行ったから代わりやろ。前も後ろも投手の当てついたんか？細川覚醒と同じ感覚で坂口覚醒なんてにギャンブル期待してる？ヤクルトのパリコレ始まったな。マスダは割と楽しみだわ。今のパで戦力外になった野手が背で活躍なんてことあるんか？内野まだできるん？マスダよりシーノの方が欲しい。やっぱりここは行くよなどを考えても必要なポイントだもん。さっさと契約固めちまおうぜ。読売みたいに金銭選手でもう少し上の選手持ってこれんのか。年齢と二軍成績考えたら取りに行くわな。ヤクルトはバンクさんの中古物件がお好きやな。阪神さんには手を出さないのかね。ヤクルトって毎年自チームの選手切って、他球団の戦力外ばかり漁ってるよな。うまくいってるからいいんだろうけど、若いし怪我をしなければいい選手になるんじゃないん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。